多少良くない仲間もいるんだよ。これ以上付きまとうならそいつらが何かするかもしれないな。そんな脅し俺には。君の大事な尾上君。このリストの女の子たちみたいにどこかに渡しちゃうことがあるかもしれない。最終ズバリ好きなタイプは。それに稲見さんはすげえいい人で、まっすぐで優しい人かな。ありがとうございます。以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。カブラギは稲見さんには裏の顔があると言うけど、そうは思えなかった。うん、写真一枚だけ。あ、もちろんもちろん。リーさんもよかった。ましてや女の子を AV に斡旋しているだなんて、ありえないよ。はい、チーズ。どうですか？なあ、やっぱり稲見さんとちゃんと話してみないか。俺、稲見さんがどんな人なのか知ってもらいたいんだ、お前に。あ、いい感じですね。そうだよな。ありがとうございます。俺もそうしたいと思ってた。そっか、話せば絶対そんな人じゃないってわかるよ。稲見と二人きりで話せるか。もちろん。すいません、お時間取ってもらって。いやいや、尾上君に頼まれたよね。面白いよね、尾上君。あれだけ感情が分かりやすい子って君らの業界に珍しいでしょ。そうですね、知ってる限り他にいません。だよね。だいたい君みたいなタイプだ。鏑木君はずっと俺のこと探ってるね。稲見さんも俺を探ってますよね。そんな俺と二人で話がしたいってことは何か掴んだってことなのかな。この人たちをあなたがある筋に斡旋したと聞いています。こんなリストまで作られてるとはね。あっさり認めるんですね。だってさ、君もなんか確信してるでしょ。なあ、でも尾上君にはまだ言ってないんだ。あいつは稲見さんのこと信じてるんで。じゃあさ、もうこのまま黙っててくれない？それはできません。俺にはね、多少良くない仲間もいるんだよ。これ以上付きまとうならそいつらが何かするかもしれないな。そんな脅し俺には。君の大事な尾上君。このリストの女の子たちみたいにどこかに渡しちゃうことがあるかもしれない。ボイスレコーダーで撮ってるでしょ。もらってもいいかな。